スターホースポケットを始めていきましょう。はい、それでは始めていきたいと思います。スターホースポケットです。前回刀アバンシーが寿命を迎え引退いたしました。ご覧の通りを成績、最後に SWBC 残念ながら5着だったんですが、WBC ターフをその前に4回目の挑戦で勝って、ドバイシーマクラシックも、これ2勝目挙げてくれました。他に凱旋門賞を取ったり、なかなか の馬ですね。距離適正が2000から2800ということで、やや長距離目というところになります。何かご用でしょうか。市場を変えてみました。何かご用でしょうか。駒場は葵ちゃんですね。さて、ではですね、早速まずまずでしょうか、種付けを行っていきましょう。いい配合ですね、いい配合ですね、いい配合ですね。フレンドのもので種付けを行いたいと思います。まずまずでしょうか、まずまずでしょうか。3900とかすごいな、ダイヤリータンク。まずまずでしょうか。いい配合ですね。堅実型だ。ただし覚醒をしてないからな。まずまずでしょうか、まずまずでいい配合ですね。がいる。おオッチーさんだ。うん、金亀か。レールリンク。いい配合ですね。あ、これいいな。海軍本部厩舎さん。まずまずでしょうか。マネースキーも読んで、レベルが80いってます。いい配合ですね。やっぱりまずまずこの辺のクラス上げたいですよね。デュランダルとかエイブルグレンドとか。まずまずでしょうか。タツヤなのか。まずまずでしょ。いい配合ですね。まずこのレールリンクっていうのを上げときましょうか。パラメーターは結構距離が長い瞬発力タイプですね。はい、ご覧の通りをカップルということで、クエストっていうのがありますね。これなんだ。いい配合ですね。わからんけど、まあ種付けを行いましょう。さあどうでしょう。平凡？青になった。緑になった。滝ドーンと元気出てきてゴールドになった。おー、これは期待できそう。列の先頭走ってるぞ。なんかパールゴールドっていうか、フラッシュゴールドっていう感じ。元気いっぱいです。さあ、レールなんでね、レイルといえば鉄道ですね。サブウェイとか、鉄道にレールリンクということで、鉄道に関係して型のレールレークウェイと名付けたいと思います。型のレールウェイ、型のレールウェイ、型のレールウェイがいいですね。やっぱり型のレールウェイ、これこれこれ、型のレールウェイ、型のレールウェイ。まだ中長距離か。
クセサリーつけてあげましょう。やっぱ青い面子がありますね。これでいいですか？いいよ。というわけでなかなかイケてる面子だと思いますが、決闘票です。ご覧の通りリンヒルか、ヒンバですね。今回は先行タイプです。結構あの成長が遅いのか。頑張りましょう。ですよね。ということで、あえて1200芝。どういうことだろう、これ。この子ならいけるでしょう。 1.5 倍か。ただいまより、しまった。投票受付を開始します。距離が合わないから、あのオッズ見とけよか。オッズ見るために敵距離、あの敵属性出すつもりだったんだが誤って出しちゃった。でもあの一応全部20丸ですね。すごいな、みんな危ない秘書。各話のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでやりましょう。です。さあ、ものすごい歓声の中山競馬場。旗のレイルウェイ先頭、サンバシンリーの一番内、旗のレイルウェイが頑張っている。ここでは負けられない。旗のレイルウェイ先頭、海老名と旗のレイルウェイ、越前水仙も差を詰めてきている。越前水仙が外から飛んできた。旗のレイルウェイ新馬戦を見事勝利で飾りました。花々しいデビューが次あります。距離もっと伸びた方がいいのに、1200でもなかなか好成績でした。この粘りはいいな。おめでとうございます。ミチュアルは普通ですね。おめでとうございます。さあ、あえてダートに出してみましょう。こういうあのカットも面白いですよね。勝てるといいですね。大変そう。おっと 2.0 倍。ただいまより投票受付を開始。やっぱりダートはダメなのかな。お弁当作りか。耳だけちょっと狂気を感じる。他の4人は普通なのに。普通とゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いた。1番アガークラウ、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。先行争いであります。腹を切ったのは肩のレイルウェイ。内を通って先手取りますね。するするとケリーボレットが上がっていきました。さあ先頭は3番手ですね。ケリーボレット、さあ長い直線を。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。旗のレイルウェイは3番手といったあたり、チェリーブレットが抜け出した。外から何が来ているのか。下のニトリップが、下のニトリップが差を詰めてきた。さあ先頭は旗のレイルウェイが半馬身リード。外から1頭ビタズキが、旗のレイルウェイが完全に抜けた。旗のレイルウェイ先頭恐れ入った。旗のレイルウェイ一着ロントバー強い。デビュー戦より強い。いやこれはすごい。案外ダート適正だったりして2.0 倍なんだけどな。すごい勝負根性が SS でした。1着9番、2着8番、3着すごい。ほんとこの馬すごいかも。でこんな3戦目的距離出すというガバガバぶり。勝てるといいですね。 1.2 倍か。ただいまより投票。なるほど、敵距離多分芝なんだろうな、向いてんのは。で 1.2 倍だったら、まあまずまずかもしれない。さあ12頭のゲートインが完了しました。体制完了。さあ勝って当然のレースだが、まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは。先手を取ってラブエフェクト、ラッキーフェスが上がってまいりました。外から1頭11番マリーパワー、ナイルアワーがかわしていきました。カタノレイルウェイ
それから光ロック、そしてその後ろから8番自然ドリーム、外を通りまして10番光パワー、6番10番光パワー、京都のスタンドが揺れています。5番先頭行くのは7番ラッキーです。先頭シートラッキーです。ラッキーですが抜け出した。自然ドリームも追い込んできた。3番手に自然ドリームが2番手。さあこの辺りで自然ドリームが先頭に躍り出た。パタノレイルウェイが内からかわすか、並ぶか。パタノレイルウェイ並んだ。これは阪神レースになりました。不思議ですね。この辺は4コーナーで謎の置いてかれた現象。新章勝ったはいいものの、意外な新章でした。当然の結果ですね。やっぱり芝が向いてるのか。やりました。不可解ですね。調教パートナーを設定したいと思います。これってランクが高いほど有利なのかな。覚醒数が多いほど。何かご用でしょうか。疲労度が低ければいいんだけどな。まずまずでしょうか。さあ、体重もやや重いです。重いでしょうね。おっと押しちゃ、誤って押しちゃった。楽しみですね。多分友人がなんか来てくれたっていうか。いうとこだと思いますが。ご存知ですか。いい感じですね。原料茶もったいない。そんなものはもったいないな。いい感じですね。ご存知ですか。いい声してますよね。期待できそうですね。おっと、瞬発力も SS だ。すごいな。勝負根性、瞬発力、両方 SS ですからね。ってことは客室はどっちでもいいってことか。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。今何月の何週だろう。おっと、宝塚記念があるぞ。クエストを達成しました。そういえばどうバタージを減らしていこうか。なるべくショートケーキ最初のうちは使いたいですからね。どうでしょう。何かご用でしょうか。成長は遅めなのでじっくり育てていきたいですねとなってます。ちなみにご覧の通りですね。何かご用でしょうか。まだだな。まだとしたら何がいいんだろうか。あとダートは向いてるんだろうかな。出せるレースがないんですよね。とはいえ、高級ピーチより状態を良くしたい。まずはいい感じですね。 OK。 何かご用でしょうか。なるほど、ベスト体重は今のところ490キロのようですね。
さあちょっと早いような気はするが、ただいまより投票受付を開始します。それがどう響くか。51キロ、51キロで出せるんか。3歳牝馬だと相手はやっぱりスペシャルウィークですね。58キロですからね。それからグラスワンダーということで、グラスが10番か。さあ、あえて。ですね、まず宝塚記念に出していきましょうというわけですね。さあ、各馬を迎える緑の夢のステージです。春の総決算宝塚記念、いよいよスタートです。真っ青な緑の絨毯を踏んで12頭が飛び出しました。スタートはまあ、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。8番ローゼンカバリーが腹に立ってしまいました。1番飛行機雲、6番カタロレイルウェイ、 G1 発生感なるかどうか。それからグラスワンダー、そして5番手にゼヒロコマンダーであります。それからもう1頭西の大王、まもなく第1コーナー9番待ちかね福来たる、内を通りましてインターフラッグ、外から1頭スペシャルウィーク、ステイゴールドがかわしていきました。この辺りちょっと離れている4番キングヘイロー、差が開いて大隅ブライト、もう一度先頭から行きますと1番飛行機雲がレースを引っ張るようになりました。縦長になろうとしています。これを追って8番ローゼンカバリーであります。カタノレイルウェイがそのうちにいます。グラスワンダー、それからセイヒロコマンダー、そしてその後ろから西の大王、待ちかね福来たる、3番インターフラッグ、ステイゴールド、ほとんど馬体が合っています。スペシャルウィークはこの辺りちょっと離されましてキングヘイロー、11番大隅ブライト、これがしんがりであります。先頭行くのは飛行機雲、3馬身リード、前での競馬ローゼンカバリーと菊沢騎手。さあ阪神競馬場のスタンドから大歓声が上がります。さあ先頭は飛行機雲が頑張っている。一発二発と鞭が飛んで飛行機雲が先頭だ。間から10番グラスワンダー、3番手にグラスワンダー、パタノレイルウェイ合わせた。先頭に立ったグラスワンダーが襲いかかる。パタノレイルウェイ先頭、これは際どい、内か中か外か、ゴール前大混戦になった。グラスが最後グイッと伸びてスペを抑えて、パタノレイルウェイ残念ながら3着でしたね。グラスの勝利でした。エクセレントジャックポートというわけですね。 4.7 倍だったか。7番、3着、6番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。元気いっぱいです。いい感じですね。何かご用でしょうか。というわけで宝塚記念を出走いたしました。何かご用でしょうか。調整がそんなにいってないのにというか、農園で収穫できます。まだまだこれからの成長だっていうのにここまでよく
僅差の3着でよくやったとは思います。農園で収穫できます。はい、頑張っていきたいと思います。あ、最後に700超えたんでガチャやろうかな。そういえば編集点作っといて。はい、ガチャを行います。今回のガチャは何がいいんだろう。これですね、15とか海外から試客ガチャが引けるみたいです。これがガチャ提供割合を見るとランド、エイプリルランが各 3.5% ですね。早速引いていきましょう。これはダメってことかな。ダメっぽいな。あ、ダメでしたね。ジャパンカップ SSR ガチャチケット特典をもらいました。これ1回だけなのかな。なるほど、これを5つ集めると SSR 確定ですね。ちなみにアップするって言っても 7% が 10% になるだけですからね。これが得とは当然言えません。もっと期間が終わったら無理やり引かないといけないですからね。そこのとこをどうするかですよね。はい、ではまた次回もやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。